こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は予定外の配信になります。火曜日にアップする予定の動画を撮ってたところ、偶然反政府デモに出くわしてしまいましたので撮影をしてきました。今回は音楽なしでそのままの様子をお届けしたいと思います。デモの撮影は危険が伴うということで賛否両論あると思うんですけれども、今回は自分の判断で危険じゃないと確信できましたので撮影してきました。事前に調べてデモを撮影したというわけではなくて、偶然帰り道に遭遇してしまったので、何も調べてない状態で撮影しましたので、あまり間違ったことをインフォメーションするのも良くないので、今回はコメントは少なめにしようとは思うんですけれども、かなり大々的なデモになってました。かなりの台数の車が参加してまして、皆さん何を訴えてるのかなと思って見てますと、ノーシノバックということで、中国製のワクチンに対する不満やその入手に関する工程とかに不満があるんじゃないかなと思います。そしてそれ以外の垂れ幕にはプラユットゲットアウトということで、首相に対する不満でもうやめてくださいといった感じのメッセージだと思います。僕自身はタイの選挙権もないので、僕の個人的な意見は言うつもりはないんですけれども、今回のデモは明らかに政府に対する不満が積もりに積もって爆発したという形なんじゃないかなと思います。大渋滞を巻き起こしてたんですけれども、周りで見てる人は一切文句を言う雰囲気ではなくって、皆さん3本指を立てて応援してるような雰囲気でした。デモのスタートがどこでどこまで行くのかというのはわからないんですけれども、僕が見たのはタップラヤ通りからジョムテンビーチに入るところから、今映ってるのがジョムテンビーチ沿いになります。バイクに乗車しながらも撮影してきました。普通に撮影しながら走ってたんですけども、気づいたら周りがバイクだらけになってまして、知らない間にデモの中に入っちゃってました。
撮影はジョムティエンビーチの真ん中よりちょっと南ぐらいに行ったところで終了したんですけれども、この後このデモの車の人たちはぐるっと回ってテパシットまで来てました。その後どこまで行ったのかはちょっと確認してないです。以上、今回は7月17日土曜日の午後3時前後に行われた、たくさんの車が集まって行われた反政府デモの様子をお届けさせていただきました。今回は急遽動画を作って配信させていただきましたけれども、明日の動画も予定通り夕方日本時間の5時にアップしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。